なんか僕最近思うのが、ホロライブのみんなは一般女子とはちょっちと違うということにね。ホロライブうんちとかでさ、なんか裏でもさ笑ってるわけよ。もうそういうなんか下ネタってエッチな方じゃなくて、あのうんちとかおしっこみとかおっぱいとかさ、なんかエッチなガチのガチガチの下ネタじゃなくてね、マリン系の下ネタじゃなくてネネチ系の下ネタっていうの。銀玉をさ、実は僕そんなに見たことがないから、ネオアームストロングサイクロンジェットアームストロング法、どういう意味やそれ。船長知ってる。マリンの下ネタ知識は結構広いけど、でも僕思うに、マリンもたま、なんかその、なんだろう、なんかエッチなお姉さんキャ、おばさんか、エッチなおばさまキャラでさ、やってるわけじゃん。だからさ、多分さ、知らない下ネタの話が出た時に、知ってるふりすること、してることあると思う、僕は。ネネチに答えたらウキウキで、答えてくれそう。ネネチでも結構さ、下ネタにさ、なんやかんやさ、強いよね、やっぱり。明るいというか、よく知っとる。